いですね。あ、これですこの肉。はい、どうも、料理の姉さんリュウジです。テンションめちゃめちゃ高いんですけど、シアフなんですけどね。寒いですね、寒い、今も寒い。とにかくですね、体が温まる料理をやりたいと思います。今回はですね、思考シリーズ、体の温まる思考シリーズ、何かなと私考えました。そして導き出した答え、それはですね、うどんですね。ということで今回はですね、至高の肉うどん。この肉うどんっていうのは、高齢者専用マンションで勤めてた時に、おじいちゃんおばあちゃん振る舞って、めちゃめちゃ好評だったレシピです、これは。これはね、だしで仕上げたうどんにですね、甘辛く炊いた牛肉を乗せるっていう肉うどんなんですけども、関西の方の味付けかな。これがね、ほんとにうまい。肉とうどんをちょっと別々で作るやり方ですね。ちょっと手間はかかるんですけども、簡単は簡単、すごく。これからその肉うどんはやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、もう超シンプル。もうね、野菜も入れ。まあ入れたかったら、なんかネギとか、万能ネギはね、切ったんだよ、これね。まず牛肉。これはね、いい肉を使えばうまいです。なんですけど、今回はね、オーストラリア産の牛肉。これ使います。生姜。あと冷凍うどん。まあ別に茹でうどんでもいいですよ。で、あと万能ネギ。で、ここで一番重要なものです。これ、牛脂です。スーパーでね、お肉コーナーとかステーキコーナーとかに、売ってたり、持ってっていいよって言ってたり。まあどっちかあるんで、これを1個ご用意ください。これを使うことにより、国産牛じゃないのに美味しい肉うどんが作れます。まあ国産牛使った方がそれはうまいけど、まあ別に国産牛使ってうまいのは当たり前なんで、僕の思考は安いものを美味しくするのが思考だと思ってますので、はい、これを使っています。とにかくね、この至高の肉うどんを作る上でね、体が冷えすぎてるんですよ。寒いとね、何が起こるかっていうと、やっぱね、指が動かなくなる、寒いとね。これはやっぱり料理を作るときに危ないんですよ、指が動かないと。なので温める。こちらの耐熱用の計量カップにですね、1分ぐらいかな、 120cc で1分ぐらいでね、熱感にね、なるんですよ、これ。じゃあ、あー、いいですね。これで冷えた体を温めたいと思います。いただきます。スープ、これが至高のスープです。はい、じゃあやっていきます。生姜をね、5g 分切ります。大体これぐらいかな。これとね、千切りにしていきます。おろすんじゃないです、千切り。千切りの方がですね、香りが立ちます。僕はね、いつも言ってるんですけど、皮ごとです。皮の方がね、すごく香りが出るんで、肉うどんには僕生姜なんですよね。あとね、生姜っていうのはね、体を温める効果もありますからね。生姜の入ったね、うどんはうまいんですよ、これは。はい、それではですね、肉うどんの肉を作っていきます。肉、まあ、今回ね、肉うどんなので、肉うどんって言ったら肉食いたいんで、僕肉爆盛りでいきます。はい、牛肉を120g、まあ、これ 100g とかでもいいんですけども。で、これ薄切りなんで、ちょっと、ね、手でちぎってちぎながらやってます。そして、これね、調味料。醤油が大さじ1。はい。酒が大さじ1。で、みりんが大さじ1。砂糖がね、小さじ2。ちょっとね、甘めの方が美味しいです。うどんつゆがね、甘くないんでね、これね。牛肉の方を甘くするとコントラストが生まれます。そして、ここで、ちょい隠し味なんですけど、オイスターソースです。これをね、小さじ1杯入れると、ものすごい深みと旨みが生まれるんで、ぜひ入れてください。これね、うどんに合うんです、これ。オイスターソースが、ね、うどんとかだしに合うっていうのは、僕のおでんの回見てください。世界で一番うまいおでんつゆなんで。そして、さっき切った生姜ですね。はい。5g 分全部入れちゃいます。はい。あと、牛脂なんですが、これね、半分でいいです。全部入れちゃうと、うどんがこう、くどくなっちゃうんで、半分。で、これで、まあ、国産牛の牛脂なんで、これね。これを、入れて煮ることによって、旨味を入れていきます。お水も、小さじ。これで煮ていきます。今回、肉うどんなんで、肉中心。まあね、欲しい方は玉ねぎとか入れていただいてもいいです。あとね、こんにゃくとかもある。これこのままなんか牛肉の煮込みとして食べても美味しいです。でね、アク取らないでいい。もうね、日本人はアク取りすぎなんで、アクって旨味なんで取らないです。もうちょっと分かります。で、酒のアルコール分がもうあと飛んだなと思ったら、もうこれで止めちゃいましょう。そしたら止めてる間に肉に味が入りますから、こんな感じで、中はこんな感じね。つゆもね、ちゃんと染み出てます、これ。そしたら次、これはこのまま置いといていいんで、うどんに行きます。
うどんをやろうと思ったんですよ。水を測るための計量カップがなんとお酒に占領されてるので飲まないといけない。うめえ。はいはい、開きました。以上ですね。ここに水を入れていきます。お水がね 230cc。 ここにですね、で白だしです、大さじ2杯。これね、だし取ってやってもいいんですけども、ぶっちゃけね、あのだし取るよりもあのこっちも簡単です。でこいつを沸かしていきますね。これ何人前も作るときは全部等倍していただければいいので、牛だけちょっとお水の量だけ調整してください。お水を少なくした方がいいと思います。体積が増えることによってこう飛ぶのが少なくなるんでね。今の説明分かったかな。もっと酔っ払うともっと説明がうまくなるんですけどね。お酒を飲まないと通常の力の半分以下しか発揮できないんで、だから地上波に出てるとあんな面白くないんですね。でも勘違いしてるかもしれないですけど、僕芸人ではないので、皆さんお笑い第7世代ではないので、私ぺこぱとか、あの四千頭身とかリュウジとかあんま面白くないよねとか言われてるから、並べる人じゃないので、私向こうにも失礼なんですよね。で冷凍うどんはね、もうお湯でこの出汁で煮ちゃって大丈夫です。こんなことやってるとね、なんかもううどんは打たなきゃ至高じゃねえだろうとか、死は取らないと至高じゃねえだろうとか言う人がいるんですけども、それはあなたの至高であって私の至高ではない。でもね、これ、ね、食べてみてほしい。出汁はね、山木の白出汁今回使ってるんでね、別に企業案件ではないんですけども、ね、完全に僕がつけて作ってるだけなんですけども、これで沸かしていきます。これはね、そして沸かしてる間に私も沸かしていきます。北の数もっと買ってくればよかったな。で、ブク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 沸いてきたら、もうね、もう OK です、これ。じゃあね、もう、これ盛り付けなんですよ、これね。それではですね、煮た、この白だしで煮たうどん、甘さ全然ないです、これ。これ全部入れていきます。お肉もね、ちょっとね、寸前でちょっと沸かした方がいいです。これはもうあったかい状態なんで。で、こいつを、ね、乗っけていきます。あ、これですよ、この肉。美味しそうですね、これね。この汁あるじゃないですか。これはあえてアクを抜かずに牛の旨味をぎっしり詰め込んでます。こいつは上からかけます。これがうまいの。これがうまいんです、皆さん。牛の煮汁とうどんのスープの融合召喚、そして万能ネギ、これはね、わさっと、あら綺麗、あら綺麗ですね、これね。これはね、もう好みの量。最後にしみです。パラ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 これですよ。これが僕が追い求めてやっと完成させた肉丼、肉丼じゃねえや、肉うどんですね。至高の肉うどん完成でございます。はい、それではいきましょう。食べていきたいと思います。いただきます。うどんがあったかいんで冷やですね。北の合奏、食べながら飲みながらやっていきたいと思います。じゃあいただきます。まずね、ちょっとスープいっていいですか。牛のうまいのがっさり入ってる。こんな上品なスープあるかな。めちゃめちゃうまい。牛だしもね、ちゃんと効いてて、スキッとしただしの中にうまみが入ってますよ、これね。うどんとね、お肉、うわっ、うま、このうどん超美味しいです。これ牛肉のね、うまみがね、スープ全体染み渡ってるんですよね。生姜の香りも効いてる。肉とうどんの相性が最高に良い。これうどんでさ、日本酒っておつだよね。もうね、つゆがね、最高のうまみなんだよね。これね、オイスターソース、お醤油とかお砂糖とか後かけなんですけども、全てがね、このうどんのスープに言い方です。もうこのさっと甘辛く炊いた牛肉ね、うまい。お客さんが言うのが、まあ風味が出てうまいんですけど、今回はね、その牛脂を入れてね、牛の香りをつけるっていうね、まあ、裏技的なことをやったんですけど、それでもね、十分で美味しい。そしてここからのうどんスープ割り、大変だと思うんですよ僕は。日本酒はね、温めた方がいい。熱かん、ちょっと温めて、温めて。日本酒もね、ちゃんと温めたこのスープ割りね、うまっ。
うどんスープありうまうめえ。これもう体めっちゃポッカポカになってきた。ぜひ皆さん、肉とうどんスープぜ懸念を出すということで、ぜひ皆さん試してみてください。スタッフが僕のスタジオに来ると、僕その前にいるんですけど、暖房ガンガンつけててみんなに窓開けられるんですね、暑いって言ってね。それぐらい寒がり。